上海市、上海市、上海市、クレゴ発音は、中華人民共和国の直轄市である。有数の世界都市であり、同国の商業、金融、工業、交通などの中心地、香港、北京と並ぶ中国最大の都市の一つである。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した、総合的な世界都市ランキングを置いて、世界9位と評価された。 2012年6月時点の常住人口は2、400万人を超え、市内総生産は2兆3、560億元、約45兆円である。中華人民共和国国務院により、国家中心都市の一つに指定されている。略称は、古、古、風だが、故障の猿、新、仙も用いられる。長江川口南岸に位置し、川口島である、数名島、 長江島、横砂島などを含む。北部から東部はチャンスー省、西南部は石江省と接する。東は東、シナ海、東海に面する。市街地は長江の支流である広歩港を遡ったところにある。広歩港の河口は五章口と称した港があり、数名島などの島や市街への航行に用いられている。欠片の気候区分では、 温暖湿潤気候、CF に属し、年間平均気温は、摂氏17.1度。1月の平均気温は、摂氏4.8度と鹿児島県と、同位度の割には寒冷であり、曇りの日が多いため、日中でも10度以下、朝晩は、氷点下まで下がることもある。降雪は年に1から2日程度あり、数年に1度は、積雪、数センチメートル程度に見舞われるが、 例年あまり見られない。梅雨は約20日間あり、例年7月10日前後には梅雨明けする。7月から8月にかけては高温多湿となり、7月の平均気温は摂氏28.6度、日中猛暑日35度以上となる日は年間平均で8.7日に達する。平均最低気温も25.8度に達するなど、暑さが厳しく。 熱帯夜の日々が続くなど、非常に過ごしにくい。最高気温局地は、摂氏40.8度、2013年8月7日。最低気温局地は低、摂氏12.1度、1893年1月13日、である。上海は、長江デルタの川口域にあるため、地名には裏、景、焦げ、塔、浜、橋など水に関連する漢字がよく用いられる。 中国の戦国時代、今の上海あたりは、春申君の放置だったため、今も、猿とショースまた、子、魚を取る道具の糸も呼ばれる。上海の地は、東大には、花亭県の一部だったが、蘇州川の南に、上海浦という村ができ、宋大に、上海神と呼ばれるようになった。これに対し、候歩候下流の原行候区あたりには、下海病も存在した。現代には、 上海に四白下げ拒子が置かれ港町として発展し始めた。1292年に上海県となったが、それ以前は花亭県に属した。アヘン戦争を終結させた1842年の南京条約により、上海は条約港として開港した。これを契機として、イギリスやフランスなどの上海疎開が形成され、後に、 日本やアメリカ合衆国も疎開を開いた。1865年に香港上海銀行が設立されたことを先駆として欧米の金融機関が本格的に上海進出を推進した。1871年には香港上海日本の長崎を結ぶ海底電信ケーブルを大北電信会社が敷設したことから上海疎開は 北京より、いち早く電信ネットワークに組み込まれ、国際電信が可能となった。1873年には、日本の岩倉施設団が、キロに、上海に立ち寄り、当時の上海の様子を、米欧海乱実機に記している。日清戦争の後、外国企業を中心に、全般的投資ブームが起こった。下関条約で、工業企業権が諸外国に与えられ、 工場建設が促進された。1896年にロキヨシ銀行が出展した。1897年末に香港上海銀行の株価は176%のプレミアムを記録した。1899年にインドシナ銀行が進出してきた。上海は営業香港の高税率に対して課税が緩く、また疎開も用意されたので、 香港のユダヤ資本が上海に向かって全面的に移転し、例えばサスーン家などのセファルディ系ユダヤ人グループが第二次世界大戦後に前世を極めた。1920年代から1930年代にかけて上海は中国最大の都市として発展し、イギリス系金融機関の香港上海銀行を中心に中国金融の中心となった。上海は またあるいは東洋のパリとも呼ばれ、ナイトクラブショービジネスが繁栄した。こうした上海の繁栄は民族資本家、石膏財閥などの台頭をもたらし、階級闘争的な労働運動が盛んになっていた。1925年に上海から始まった5.30事件は中国における大規模な民族運動とされるが、同時に 社会主義的労働運動の台頭を示した事態であった。こうした状況を懸念した石膏財閥は、小解析と提携し、反共クーデター、上海クーデターを結行させた。なお、中華民国の下で1927年に上海特別市となり、1930年5月、上海直轄市が成立している。1932年には、 上海日本人僧侶襲撃事件などを原因に第一次、上海事変が起きた。1935年には、中山水平射殺事件や日本人が経営する、商店が襲撃される事件が起きた。1937年には、大戦中一殺害事件後に、第二次上海事変が勃発した。中国軍機の爆撃を受けた上海共同疎開では、 多くの市民が犠牲となったが、日本軍によって、上海共同疎開への中国軍の侵攻は阻止された。1941年には、太平洋戦争の勃発とともに、上海共同疎開は、日本軍に接収された。1949年の中華人民、共和国成立により、外国資本は、香港に撤収したが、1950年代から1960年代に、 かけては、工業都市として発展した。1978年の改革開放政策により、再び外国資本が流入して目覚ましい発展を遂げ、上海市指導部から江沢民、主要機、古報国、蘇慶公、後期ら中国共産党の政治局常務委員などの指導部を輩出した上海抜。2010年には、世界189カ国が参加した。 史上最大の国際博覧会である上海万博が開かれ1992年以降本格的に開発された古島新区が原因役となって高度経済成長を続けている2012年6月末の常住人口は2433.4万人このうち上海戸籍人口が1451.1万人 外来人口が982.3万人となっている。上海市人民政治協商会議の統計によると、ここ10年間、平均で約66万人上海市の人口は増え続けている。2012年末の男性平均寿命80.18歳、女性平均寿命84.67歳、戸籍人口平均寿命82.41歳、 2012年には60歳以上の高齢者の人口比率が17%となっている。100歳以上の老人が1251名、最高齢者は114歳。現在上海市家庭総数の61.06%に当たる305万世帯が一人っ子家庭である。高齢化と少子化問題は市政府にとって大きな課題となっている。近年、 中国の優秀人材に上海の戸籍を発給、いわゆる新上海人したり、上海人に二人の子を産む許可を出すなどの人口政策を打ち出している。上海の原住民は松江あたりに居住していた。元の時代には上海県ができた。1840年のアヘン戦争以後経済が急速に発展し、近隣の地方から次々に移民が入ってきた。 現在の上海人の8割以上は北のチャンスー省と南の石膏省からの移民である。特にチャンスー省要素港、長港の南部と石膏省北部の港南からの出身者が上海人の半分以上を占める。これが上海の文化にも大きな影響を与えている。上海語はネーハ市蘇州市と上海本寺語の集合である。 商売に長けたチャンス人と政治に敏感な石膏人が近代上海の歴史を作ってきた。真の末期、太平天国など一連の革命運動や商売のため、関東省からの移民もやってきた。関東人は運輸、デパート経営などに関わった。現在上海市で祖先が関東省出身の人が約150万人いる。 第二次世界大戦の時はヨーロッパから上海越冬にユダヤ人移民2万人も受け入れた。その大部分は終戦後アメリカ合衆国とイスラエルに移住した。1990年代から台湾が上海市近郊にある蘇州東の根山市、大層市に大量投資した。台湾にいる外省人の中には石膏出身の人が多いため、 たくさんの台湾人が上海に移住している。現在上海に滞在する台湾人は30万人以上に上る。三峡ダム建設のために四川省から移民1万人を数名県に受け入れた。2008年に発生した四川大地震以後、上海市は国に指定された災害救援対象の都公園市から短期民に約3000名を受け入れた。 上海に常駐もしくは長期滞在している外国人は約15万人2008年に上海で仕事をしている外国人は5.7万人いる近年日本も超高デルタに進出蘇州無尺市に工場が建てられている部品調達製品流通販売のため港町の上海に事務所や子会社を設けるケースが多い今上海に常駐する 日本人は約4万8千人と上海にいる外国人の中で最も多い。上海と隣接するチャンス、石膏を加えると出張と観光を合わせて10万人近い日本人がいると言われる。海外一の規模の日本人コミュニティも形成されている。上海は中国で経済的に最も豊かな地方であるため、上海人は妬みもあってか、 た地域では嫌われていることが多いとの意見がある。上海人のステレオタイプとして、横暴で傲慢、わがままというものがある。戦前から、多くの日本人が住む上海には2015年現在、9962社の日系企業が進出、46,115人の日本人が住み、海外で3ヶ月以上泊まって暮らす。 長期滞在の日本人が多い都市として、大の万国に次ぎ、2番目となっている。短期滞在者を含めると10万人以上の日本人が滞在していると言われる。日本総領事館や日本人学校などもあり、日本料理店をはじめ、日本人向けの店も多い。上海人の姓、名字は、多い順に、長、王、陳、李、主、女、周、陳、呉、陸、である。 人と陸が上海特有のせい、それ以外は中国人性の20位以内に数えられる。近隣のチャンス賞、石膏省の精鋭ランキングも上海とほぼ同じである。中国は人口問題を抱えるため、農村と地方都市の人は自由に大都市に移住することができない。それにもかかわらず、近年の経済発展に伴って多くの出稼ぎ労働者が 中国各地から上海に来て仕事している。その数約660万人以上と言われるが、正確な数字の把握は難しい。出稼ぎ労働者の出身地はいずれも普通語を使う、四川省、チャンス省、蘇北、安徽省、東北地方のものが多い。出稼ぎ労働者は、上海を建設すると同時に、大きな社会問題と治安問題をも招いている。 公安機関の統計によれば、上海市の75%以上の強盗、殺人、暴行などの悪質な犯罪は、市外の中国人により発生している。従って、上海では、北京市と並び、中国大陸において最も厳しい戸籍政策が取られている。しかし大都市の戸籍を持つ人には、様々な特権がある。例えば、親が上海戸籍を持つものなら、 子供が生まれたと聞くの社会保険局から15万円から数十万円までの援助金を得ることができる。戸籍を持つ子供は優先的に幼稚園、小学校、中学校に進学できる。一方、また一部の悪質な会社は上海戸籍を持たない社員に住宅積立金、年金を支払わないケースもある。このような戸籍問題に関するトラブルは耐えない。中国は 都市と地方の格差が激しいため、言語は上海語。上海語はクレ語を代表する方言である。本来文字はなかったとされるが、音に近い漢字が当てられた。上海語の中にも方言があり、ほとを正地域に存在する。数名島ではまた違った言語が話されるが、上海語に近い。上海には周囲のチャンスー 石膏省から多くの労働者が出稼ぎに来たため、彼らの多くが今も住む上海駅周辺では、上海語とは異なる言語である、祖国語が話されている。普通話と上海語とは全く通じないが、普通話の教育が中国全土で行われているため、大抵の上海人が普通話を使用することができる。上海語で放送されるテレビ番組や上海語で、 上演される議曲などがある。中国で上海語の学習書なども出版されている。上海市は中国最大の経済都市である。2014年の市内総生産は2兆3、560億円であり、北京市をしのぎ同国第1位である。2014年の上海都市圏の総生産は5647億ドルであり、世界8位の経済規模を有する。アジアでは、 東京都市圏、ソウル都市圏、大阪都市圏に次ぐ第四位である。2017年9月の調査によると世界六位の金融センターであり、アジアでは香港、シンガポール、東京に次ぐ四位である。2015年に上海市が公表した統計によると、2014年における労働者の平均賃金は年65,412円、約126万円であり、 月平均5451元、約10.5万円である。また、2015年の上海市の最低賃金基準は、月給の場合2020元、約3.9万円であり、時給の場合18元、約347円である。第三次産業の中でも、とりわけ金融産業に従事している労働者の平均賃金が高く、2011年現在、 年167,173元、約284万円となっている。一方、農業など第一次産業に従事している労働者の平均賃金は2011年現在、年31,765元、約54万円。第二次産業に従事している労働者の平均賃金は、年44,598元、約76万円。 第3次産業に従事している労働者の平均賃金は年6341元約103万円である。上海市の主要交通手段はバス、自転車、船であったが2000年代からはトロリーバス、地下鉄網、タクシー、電動スクーター、高速道路網も活用した自動車などが主な交通手段となる。鉄道は国鉄以外では 上海軌道交通が一定を担っている。大手のタクシー会社は、世界的な基準に照らしても、良識的と言える。大手のタクシー会社は、スーツを着用していたり、一流ホテルで客待ちできたりするので識別するのは、可能である。具体的には、赤いタクシーと青いタクシーに気をつける必要があるのに、加えて、レシートを発行してもらうことが勧められる。わざと遠回りして、 標準価格より2倍以上請求した事実が発覚した場合、その運転手は永久にタクシーライセンスを剥奪される。料金は以下の通り。なお、郊外はこの限りでない。上海は中国東部の鉄道中枢上海鉄路局の所在地である。1876年7月3日に開通した五章鉄道は中国で初めての鉄道であり。 一度撤去された後、証拠鉄道として再建された。北方面の京湖線と、南方面の古根線の始発駅。2007年1月28日より、中国高速鉄道、CRH2 型電車の営業運転を開始した。市内のほとんどの公共交通機関において、上海公共交通カードを利用できる。上海には、西郊外の超安宿にある上海。 公共国際空港と、歩東新区にある上海歩東国際空港の二つの空港があり、共に中国東方航空や上海航空、春秋航空のハブ空港の役目を担っている。国際線は2002年10月以降、歩東国際空港に集約され、公共国際空港を発着する国際線の便はなかったが、2007年9月29日に東京、 東京国際空港との間で1日4往復の定期チャーター便、同年10月28日に首し特別市、金保国際空港便が就航した。歩道国際空港へのアクセスとして、上海軌道交通2号線のほか、上海トランスラピットが供用されている。1988年10月31日に開通した国家高速道路は中国で、 初めての高速道路である。A20、外環線以外の高速道路。A1、芸品大道、大型橋、トンネル等は無料であるが、時間帯によって、上海以外のナンバープレートを付けた自動車の流入が規制される。2008年11月から超高デルタ地域、ETC の全面導入に伴う、高速道路料金システムは電子化された。交通管理は、 全国で最も厳しいと言われる。市内至るところに監視カメラが設置され、交通違反した車は、上海市境の高速道路料金所で累計した罰金を課せられる。上海は中国最大の港湾であるのみならず、コンテナ取り扱い量では、シンガポールや香港をしのぎ、世界一位である。候補校の加工として始まった上海は、 長江沿岸の外高橋地区に重点を移し、さらに取り扱い量の増加やコンテナ船の大型化を見越して、世界のハブ港湾となる不頭とコンテナターミナルを、外海に面した、クイワン城に建設した。この進行は2005年暮れに、洋山深見港として開業した。洋山深見港は、上海の南3 0キロメートルの沖合に浮かび、本土とは、東海大橋で結ばれている。 神戸港及び大阪港と上海を結ぶフェリー、新岩神号と大阪港と上海を結ぶ、蘇州号が就航中。2005年には山口県下関市と上海を結ぶフェリーが就航。2006年に中国側機構地は蘇州体操港を変更。1994年に平成の新上海航路を開設し、長崎港と上海を結んだ。はじめに、 海か号1 3 4 8 1トンが就航2年後の1996年3月から旅客定員382人のフェリー長崎、上海号11,008トンに更新された。航路は日中双方の合弁会社で運航されたが利用率の低迷により1997年1月から運休となっている。その後、 2012年2月に HTB クルーズによるオーシャンローズが講師、平成の上海航路が一時復活した。しかしこちらも利用者の低迷と日中関係の悪化に伴い同年10月から運休となっている。上海は中国政府が指定する中華人民共和国国家歴史文化名城の一つであり、市内には 中華人民共和国全国重点文物保護単位が16点存在する。上海でも近年中国の標準語とされる普通話、北京語は通用するが、日常会話で使われているのは依然として、上海語、上海方言であり、テレビラジオ放送でも上海語の番組が存在する。上海語は、呉れ語、呉れ方言の代表的なものである。 上海語を使って演じる伝統劇の攻撃があるほか、近年は若者が上海語のラップを歌う例も見られる。ただし、他地域同様に幼稚園からの普通話教育と公共場所での普通話の徹底により、上海生まれ上海育ちの若者でも上海語が話せなくなってきている。一部、上海種が対策を講じ始めているが効果には至っていない。 アクロバティックな演技で知られる中国風サーカス雑技の上海雑技団も有名。上海料理は近接のチャンスー,ショーの料理、チャンスー料理の影響を受け、これを宣伝させたものである。上海の文化的特徴は、もともと海派文化と称される隣接のチャンスー,ショー、石膏商地域一体の伝統的文化、芸術と、 1920年代から1930年代に西洋から移入された流行文化が混じり合い、現代中国で最も洗練された都市の一つとなっている。改革開放政策導入後、上海では多くの大きな文化イベントが開催され、上海大劇院、上海博物館、上海図書館、上海影城など中国最大規模の文化施設が多く建設された。 ヨーロッパ町の上海音楽庁の全面改装後、クラシックのコンサートも多く開催されるようになる。また、国際芸術祭、国際映画祭なども毎年開催されている。2010年後から10月には、より良い年、より良い生活、ベターシティベターライフをテーマに、国際博覧会が開催された。上海には1920年代より、多くの西洋様式の建築が残されている。 その中でも特に、広歩行に面する、川沿いの Y 館、ザ・バンドは、上海海館、香港上海銀行などが立ち並びヨーロッパ町の風情を感じさる建築群として知られており、上海のシンボルにもなっている。市内にも多くの西洋建築が点在している。上海市内においては、1920年代の一般市民の共同住宅である、石古門と呼ばれる、 建築様式も残っており、現在都市化が進む中貴重な文化資産として、その多くがブティックやレストランとして改築され、保存されている。市内中心部、カイ海中路近くの上海新天地は、その一例である。一方、ワイタンの対岸にあたる歩島新区には、1994年完成の、あずマまさあき玉、電子塔をはじめとして、 新しい摩天楼群が立ち並び、そのエキゾチックな景観、発展ぶりには目を見張るものがある。2008年には、世界第2位の高さとなる高層ビル、上海環球金融中心、上海ワールドフィナンシャルセンター別名、上海ヒルズ、地上492メートル、階数104階が完成し、地上474メートルの高さにある100階の展望台は、 世界で最も高い展望台となった。さらに2014年には高さ632メートルの上海中心、上海タワーが完成する予定であり、上海環球金融中心の記録を塗り替えて、世界第2位になるとみられる。2013年現在、上海には16階建て以上の高層ビルは14,479棟、30階建て以上が1,467棟。 存在している。これは、同年における、東京都の16階建てビル1012棟、30階建て以上のビル256棟のそれぞれ14倍、6倍に、匹敵する規模である。これらラジオ局の番組表は、週刊新聞、毎週紅葉電子、上海ラジオ &TV ウィークリーに掲載されている。上海市出身の人物一覧を参照。 上海市は16の区に区分されている。なお、歩道新区は複省級しか厚く、地球行政区レベルに指定され、大幅な自主権が与えられている。上海市の中心部は、以上の行政区とは別に、蘇州側、五彰校と広報校を境に3つの部分でも、分けられている。上海市域外のチャンス省と暗記省に、上海市飛び地がいくつか存在する。以下の、 各地域の住民、中国人犯罪者を除くは、上海戸籍を有する。日常会話は、上海語。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。